はい、ということで始まりましたけども、どうも皆さんこんにちは、僕です。なんだここは、なんかスキー場みたいなとこ見つけたんだけど、スキー場なのここ、何ここは、ガチでスキー場みたいな、寒っ。ほんでバリ寒い、日中今日あったかかったのにな、バリ寒いわ。もうちょっと寒いんで、あったかい、このお布団あったかい、マジで。あったかい、最高。眠くなってきちゃった。この前のあのどうかしてる動画見ました、皆さん。あのマジでどうかしてる動画、はい、あの延々と一人で寝続けるっていう、はい、僕が一人で延々と寝続けるというね、あの狂った動画をアップしたんですけど、はい、あのあれ最後まで見た人、あの最後まで、最初から最後まで飛ばさずに見た人、確実にどうかしてるからね。もしね、自分は最初から最後まで飛ばさずに見たっていう人、はい、あのどうかしてますマジで。はい、でこのゆるさね、あの三脚に足をかけるっていうこのゆるさ、ガタ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 なるやろがいっていうさ、全く気にしないっていう、あったけ、なんかあのカセットコンロとか持ってきて、なんかあれしたい、あのスープかなんか作りたい、スープか何かを飲みたい、あったかいスープを、何スープがいいかな。ベーコンと玉ねぎのコンソメスープ、あ、明日作ろう。ベーコンと玉ねぎのあったかコンソメスープ飲みたいわ。あ、でもあれでもいいな、かきたまでもいいな、かきたまのなんか中華スープ的なんでもいいや。乳だれ出てきちゃった、腹減ったな。最近またちょっとダイエットしてまして、はい、今ね、何キロぐらいかな、63キロ台ぐらいかな、多分。63.5キロぐらい。はい。もうちょっと痩せたいなっていうね。はい。58キロが僕の中で、結構ベストな数字なんですけど、57キロ台、58キロ台ぐらいまで落としたいんだけど、もう63キロを、切るのがマジで至難の技で、はい、なんかそうっすね。どうでもいいわそんな話、どうでもよくなるわ、画面見たらこのなんかこの景色でどうでもよくなった。マジで、はい、あったけ、とりあえずあったけ、眠くなってくる。足首だけ冷てえ。いやこれ分かってくれる人おるかな。俺末端冷え性なんですよ。で冬場になると足だけ妙に冷たいんですよ。もう手はもう何とでもなるじゃないですか、正直。手は何とでもなるんだけど、足がもう何ともならんくて。で例えばさ、なんかすげえあったか靴下みたいなやつとかさ、なんやかんや履くんすよ。でめっちゃあったかいあのインソールとかさ、あの靴の中のソール、インソールってあの中敷きとか、なんかいろいろ使うんだけど、結果的に全部寒いのよ。鼻出そうになった。でも鼻出そうになって鼻を拭きたいけど、もうあの手を出したくないから、ここがあったかすぎて、この中あったかすぎて手出したくないから、もう鼻水出しっぱなしでいいや、もうどうでもええ。でね、何の話やっけ、そうインソールとかね、あの電熱線入ってる、なんかあのなんですかね、電熱線が入っててインソールで電熱線が入ってて、でそれでなんかあの充電式で、それを充電しておくと、なんかずっと発熱し続けてくれてあったかいみたいなやつもあるんですけど、今度そうすると足が汗かくんですよ。足汗かいた結果どうなるかっていうと、靴下濡れるじゃないですか、湿るじゃないですか。でその湿った水分が
今度は冷えるじゃないですか。結果的にどうやっても寒いっていうか、マジどうしようもない現象起きてんだよね。うん、これわかる、この気持ち。だからもう冬場はもうどうしようもないんよね、マジで。うん、あったか靴下みたいなのも結局なんか多分最初のうちはあったかいんだろうね。で最初のうちはあったかくて、あの発熱することによって足にちょっと汗をかいて、でその足にかいた汗がキンキンに冷えるっていう、だから余計寒いっていうさ、うん、マジでこれなんとかならんかね。うん、医療メーカーさん、なんとかなりませんか、この僕の悩み。電熱線のインソールを使ったところで逆にそれで汗をかいてしまって、それの汗が冷える、冷えて、あの逆にクソ寒くなるっていう現象起きるんですよ。マジこれ、どうにかならんすかね、本当に。この足が冷たいやつ。なんとかしてほしいです。はい。お願いいたします。はい。で、まあまあ最近YouTube ライブ、なんか風出てきたな、おい。なんか YouTube ライブばっかりやってますけど、最近ちょっと取りだめてた、動画がもう全部底をつきましてですね。なので、最近 YouTube ライブばっかりやってたんですよ。はい。で、まあ、この間、相談件数が70何件とかっていう形になってたんで、さすがにと思って、さすがにこんな溜めすぎちゃダメだなと思って。はい。5日間で70何件溜まってしまいましてですね、相談 DM、相談 LINE がね。はい。まあ、しょうがないかなって言ってね。はい。なんとか、時間を見て、YouTube ライブやっていこうかなと思いますけど、てか、動画の中よりも YouTube ライブの方がよく喋ってるよね。うん。なんか、普通なんか動画ってさ、他のなんか YouTuber と呼ばれる、まあ僕はね YouTuber じゃないんで、はい、YouTuber と呼ばれる人たちって動画の中の方がよく喋ってるじゃん。だいたい YouTube ライブとか生放送するとツイキャスとかね、YouTuber がツイキャスたまにやってたりさ、YouTuber が YouTube ライブやってたりするけど、 YouTube ライブとかツイキャスとかだとマジで YouTuber 超つまんないからね。うん、全然喋んねえのあいつら、ガチで。そうで、あいつらは動画で編集でなんかこう間をね、こうなんかこう喋ってないところの合間をねこう切ってしまってね、喋ってるところだけ切り取ってね、なんか動画作ってるからね、あんな風に出来上がってるけど、全然喋んねえのあいつら、マジで超喋んねえじゃんこいつらと思って。どうした、無口か、ガチ無口かお前。でそれに比べて僕のこの隙間なく喋るこのトークスキルたるや、もうやはりね、僕はやっぱり生放送向きなんで、はい、でやっぱり生放送やりたいんですけど、結局僕が YouTube でこうやってる理由っていうのもまあまあいくつかまあ理由はあるんですけど、そのうちの一つとして結局いろんなところに行ってね、 YouTube まあ僕なんかで言うと山よく行ってるじゃないですか。山行って YouTube ライブとかツイキャスやりたいんですけど、ないんですよね、電波が電波がないんでできないんですよ。はい、生でお見せしたいんですけど、だからその生感を消さないために僕はもう編集をしてないんで、嘘つきました、すいません、すいません、僕は今皆さんに嘘をついてしまいました。本当にすみません。何が嘘なのかっていうと、編集を覚えるのがめんどくさいからです。編集というものに手間と時間と労力をかけたくないからです僕毎回そうなんですけど、YouTube の僕の動画アップする前に自分で見返したりすることすらないですからね。はい、どんな感じだったかなって見返して、
あのボツとかボツボツとかこれはあのありとかそんな判断もしてないです。もう撮ってそのまま一度も見ることなくそのままアップしてるんで僕は。はい、あのクソです。だから僕の動画はまあまあそうですね、あの山のところまで来る時間っていうのが結構かかるんで、そこの時間は確かにかかってるんですけど、ただし一回山に行ったらまあ 4、5本、多い時は8本9本撮るんで、はい、なのでそうですね、一つの動画に対しての時間ってなると、うん、一つの時間に対しての換算をするとまあ動画が10分だったとしたら、プラスまあ30分とか、だって8本撮れたらさ4時間移動したって30分じゃん、うん、正解だよね、合ってるよね、そう8本1日で撮れたら動画ね、うん、そしたらそれだけで 4時間移動にかかったとしても4割8で、ん ?4 割 8? は?何言ってんの、うん、4時間割る8、4時間割る8本で30分じゃないですか。だから編集なんてみんな何時間もかけてやってるじゃないですか、アホみたいに、うん、動画の編集ってマジであの5時間とか6時間とかもっと長ければもっとかかるからね、うん、で特に動画1本分丸々全部にあの喋ってること字幕入れてる人たちなんてもっとかかってるからね、下手すりゃ10時間とかかかってるよ、マジでテレビじゃねえんだからお前で、お前たちそんな滑舌悪いのっていう話だし、うん、そんなに滑舌悪くなくね、うん、字幕なかったら聞き取れねえぐらいの滑舌の悪さだったらもうやめちまえマジで、うん、字幕ねえと聞き取れねえぐらいのさ何言ってるかほぼ分かりませんみたいな、そんな滑舌だったらやめちまえマジで、はい、って僕は思いますけどね本当に。だから字幕ってなんか過剰すぎない、なんかYouTuberとかのさ字幕ってすげえ過剰じゃない、そんないる、そんないります字幕で、僕基本的に、しかもまあ僕のスタイルとして、まあ僕のスタイルっていうか僕のこの動画のスタイルとしてはまあ皆さんに景色をお見せしたいみたいな動画じゃないですか、だからそんなところになんか字幕入れたり何やかんやしてしまったら邪魔でしかないんで、はい、まあだから僕のスタイルがそうだっていうね、こういう景色をお見せしたいっていうスタイルだからっていうのもあるかと思うんですけど、うん、字幕邪魔で仕方ないかなっていう、うん、そうっていうねことなんですよね。もうなんかテレビの YouTube って結局テレビとはなんかまた違ってさ、こうね一つの新しいっていうかまだまあもう古いけど、うん、テレビとはまた違うまあ一つのコンテンツなわけじゃないですか。それがそれでなんかああだこうだ好き放題ね、各々、プロデュースディレクション、演者全部自分でできるわけなのにね、それを全部自分でやってるにもかかわらずなんかあえてテレビに寄せていくっていうマジで意味が分かんなくて俺には、うん、ねあの字幕、過剰な字幕、過剰なお菓子の放送、そしてゴミが増えて環境破壊につながるっていうね、何の話だよ途中から、何の話かよくわからないですけど楽しいな楽しいな人生マジで、うん、っていうねことなんで、いやなんかまあ久しぶりになんか動画撮れてよかったなと思って、うん、まあねまあ、時間を見つけてちょいちょい動画をねまた撮りに行きたいななんて思ってます。でも冬になったら、ああおなら出ちゃった、冬になったらウィンタースポーツもやりたいんですよね、うん、スキーとかスノボとかさ、うん、僕こう見えてスキーは1級持ってるんでお金もらって普通にコーチできるレベルなんで、はい、ただもう10年はやってないですけどね、多分最後にやったの10年ちょい前ぐらいじゃない、うん、そうそういうことなんで、はい。
そういうことです。眠つか腹減った、腹減ったな。なんかいや、この前ついこの間久々に10年、いやほんと10年ぶりっていうのはちょっと完全に持ってるんだけど5、6年ぶりぐらいに久しく料理をして、僕の、美味しい料理、僕の得意料理って、オムレツと、パスタ系統なんですけど、はい。いや、パスタは、別にカッコつけてるわけじゃないからね。昔ね、仕事が忙しくて、で、その上金もなくてっていう時に、家帰ってご飯炊くのマジめんどくないですかっていう、何十分も待たなきゃいけないみたいな。それが家帰ってパスタだったらもうそのままザバザバザバって鍋の中ぶち込ん でそれでね、本当に10分かかんないぐらいでできるじゃないですか。だからよくパスタ作ってたんですよ。そう、炒める時間とかも全部含めて15分ぐらいで作れるじゃないですか、パスタなんて。だからそう考えるとパスタがすげえ多かったんですけど、久々に自分で作ったナポリタン食いてえなと思って、ひき肉とベーコンとナスだけ、それだけ具は、の、ナポリタン作って、めちゃめちゃまずかったんです。久々に作った。やっぱりね、人間ね、やらなくなると忘れるね、感覚が。でも一回作ったらなんか感覚思い出したんで、次は多分、ね、作れると思うんですけど、僕ね、昔その当時ね、パスタ一人で乾麺の状態ね、乾麺の状態で 500g 食ってたんですよ、パスタ普通に余裕で食えてたんですよ。でその感覚でこの前 500g そのまま全部茹でたんですよ。ちょっと半分くらい残しちゃって、でも捨てるのもったいないじゃないですか。そのままフライパンにラップかけて置いといて、次の日に僕昔からなんかそういうなんか結構食うんで、まあ、パスタやる人は分かる、パスタ作る結構作る人は分かると思うんですけど、乾麺で 500g って相当なんですよ。多分 1.5 キロぐらいになるんじゃないかな、もっとなるか。で具材もあるから2キロぐらいのパスタになるんですよマジで。で、まあ、2キロぐらいのパスタ食えなくて、半分くらい、1キロぐらいしか食えなくて、でこれ昔ね僕よくパスタ作ってたんで、ナポリタンの時は2日目のパスタマジうまいんですよ。これどうやるかっていうと、まあ2日目のパスタ、さっき言ったみたいに鍋にそのままラップかけてそのまま取っといたって言ったじゃないですか。で次の日また火入れるんですよ。もう1回火入れる時にオリーブオイルとトマトジュースを足してあげるんですよ。でトマトジュースなんて1キロとかで、1キロでどのぐらいだろう、 200cc とか、いやそんなにいらないかな、 200cc もいらないんじゃないかな、 200cc ぐらいか、 200cc ぐらいかな、そう、200cc、 嘘ついてるね、 200cc は完全に嘘だね。 200cc、 100とか150とかでいいんじゃないかな、1キロに対して。でオリーブオイルもバーって適量垂らしてあげて、でトマトジュースの水気がちょっとなくなるぐらいまで炒めてあげて、でまあ全体的に温まって、それで水分、水気がある程度飛んだら、全部飛んじゃったら意味ないんで、足したトマトジュース足した意味ないんで、はい、なんでかって言ったら乾いてるじゃないですか、2日目って。その乾いてるのをなんとか戻してあげたいんで、そういう風にこうトマトジュースとオリーブオイル入れてあげて、でまあまあ、酒とかもあれば酒なんとなくちょこっと、ね、ワインとか入れてあげればいいんですけど、はい、ワインでも入れすぎるとえぐみ出ちゃうんで気をつけてくださいね。でそれでその後どうするかっていうと、オムレツというかオムライス、はい、卵をこう、僕得意なのは、自分で作って得意なのは、
あのよくあるじゃないですか、あのチキンライスの上にオムレツバンって乗っけて、でそれであの包丁でスススススって切れ目入れると、ふわーってふわーってなるやつあるじゃないですか。あのオムライスの方が作るのは得意なんですけど、あの食べるのが好きなのはあの巻き巻きオムライスの方が好きなんですよ。あの薄焼き卵みたいなやつをあの巻いていくやつで、まあロールしていくんですけど、まあ卵こう火入れていい感じになって、こう、あ、次のバーベキューパスタ作ろうかな、まあいいや。で、こう卵焼いて、そこにパスタ乗っけて、でぐるんぐるんぐるんってフライパン振って丸めてあげて、うん、だからオムナポリタン、2日目のオムナポリタン、1日目に食ったあの単純にナポリタンはまずかったんですけど、2日目に食ったオムナポリタンバチクソうまかったんで、うん、あ、1回やるだけでこんなに感覚って戻るもんだなっていう、はい、1日目はちょっと感覚が戻ってなかったんですけど、料理をするっていう感覚が戻ってなかったんですけど、2日目は料理をする感覚がちょっと戻ってきてたんで、あの2日目にあの1日目のナポリタンの味を調整しながらあのオムナポリタン作ったらバチクソうまかったんで、はい、まあ、ぜひあのオムナポリタンやってみてください、はい、なんかくだらない話ずっとしてたらもう20分経ってんだ、マジか、うん、もうこの動画これで終わろう、はい、ということでね、うん、オムナポリタンぜひおすすめなんでね、作ってみてください、はい、めちゃくちゃうまいんで、めちゃくちゃうまいんでね、はい、ということでございました。今日もね、また今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう寒いんで車戻ります、僕はもう、はい、ということでね、ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。